シムパッドは操作だけでなく評価ツールとしても使えます。80歳の、施設入所中の、要介護さんで認知症がある男性です、はい、で下肢が主張していて炎症所見があるため、外来に受診しました。上の方の方向を十分にまっすぐ歩いて側肥腸のほうに転子を始めます。よろしくお願いします。はい、ちょっとチクッとしますね。普段は使ったことはないです。今回初めて使わせていただきました。その場その場で必ず確認しなきゃいけないことっていうのが分かりやすかったですし、あとはそのすごくこう簡易的で操作も簡単でした。とても前回この特定行為のお付きをさせていただいた時は全て紙ベースで自分たちで作ったものにティックマークをつけてっていうような形でやらせていただいてました。やはり見やすさはシムパッドの方が絶対に良かったと思いますし、紙だと本当に次めくってとかそういった、いろんな細かいこともあるんですけども、シムパッドだと普段使ってる iPhone とかと同じような感じで使えるっていうことと、あとはその、順番になっていてそのスクロールしながらそのチェックができるっていうところは良かったと思います。誰が見ても同じ評価ができるっていうことが大事だと思うので、そうですね、シムパッドというかああいうようにもう簡易的でかつ誰が見ても同じように評価できるようなものを使ってきたらいいかなと思ってます。